皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室の先生のお悩みチャンネルのテーマは、現在個人で教室をやっています、法人化するのと個人のままでいくのとどちらがいいでしょうか、というお話をしたいと思います。私自身は2年前に法人にしたんですね。いろいろな事情と理由とタイミングとかがあったりとかしています。一つの大きな多分ですね、考えるきっかけになるのは、年商です。年収ではなく年商です。売上高が1000万を超えるか超えないか、ここが一つの多分大きなポイントになってくると思うんですよね。結局1000万を超えると消費税納税業者の方になっていきますので、税金対策的な部分で、経費とかが法人の方が多く使えたりとか、細かい税金の話はしませんけれども、税制対策上は法人の方が有利っていうのはあったりとかしますので、自分の収入じゃない、年商ですね、これが1000万を超えるように頑張るつもりなのかどうなのかっていうのが、まず法人にするのか個人でいくのかっていうのが一番大きなポイントです。まず金額の部分ですね。でこれって、私税理士さんとねよく話してて思ったんですけど、結局その消費税分のところが1000万超えるか超えないかっていうところだと、例えば900弱の時とね、超えて払った時と手取りがほぼ一緒みたいな感じになるから、1000万超えるんだったら本当は1000万じゃなくて1200とかそれぐらいがいいよねっていう話をしてたことがあります。あと節税対策とかね、分社化っていうか2、3個の連結決算とかで私とかもやってたりとかするんですけれども、ちょっといろんな方法とかがあったりはするので、法人と個人を混ぜながら運営するっていうやり方も実はあったりするんですけれどもね、どういう状況で自分が将来どうしていきたいかっていうところと、あとは企業さんと付き合いたいかどうかっていうのも一つ大きなポイントですね。私も法人になって、個人の方に対してそのお金を支払う時とかに源泉徴収とかデザイナーの方とか必要になったりするようなケースとかがあるんですけど、法人だとそういうのがないので、手続きが少なくて面倒くさくないなとかっていうのがあったりとか、やはり法人を保つっていうのは結構お金かかるんですよ。なんていうのかな、そういう手続き関係もそうですし、すごくね、税金関係の書類とか、あと年金とかしょっちゅう来るんですよ。なんか税務署にちゃんと法人で登録してるからはーって感じなんですけどね。で、法人っていうのは人って書きますから、人なんですよ。なので例えば社会保険料とか倍払ってます、私個人だった時のね。法人の方にも払わないといけないから、だから2人分払ってる、1人法人ですけどねっていう感じになってるので、出ていくお金もね多いんですよ。結構年間で出ていく、そうだな、税理士さんのお金とか単純に倍になったし、決算とかも2倍くらいになってますから、総額でものすごい金額を払っている形になってるんですよ。だからどちらかっていうと、その法人個人っていうことを考えた場合には、将来自分がどうしていきたいかっていうのが一つ大きなポイントになってくると思うんですよね。なので、1000万が一つのポイントになるんですけれども、その1000万を超える形でも頑張って働いていきたいっていうふうに思うのであれば、法人にしたらいいっていう機会が出てくる時も来ると思います。あとは対企業と付き合うかっていうことですね。格があってくると仕事は取りやすくなるっていうのがあるので、そのステージに来ているのであれば検討してみる材料として悪くないんじゃないのかなっていうふうに思ったりします。なので基本的にはですね、通常の教室の先生とかだと法人化まではしなくていいんじゃないのかなっていうのが私の見解だったりはしますね。私も結局法人化したっていうのは、法人の契約をする、ちょっと大きい企業さんとね契約するタイミングがあったのと、ちょうど1000万っていうところを超える超えないっていうところの境目が来たので、どうしようかなと思って法人にしたっていうところがありましたから、
慌ててやる必要もないし、いいタイミングが来たらで考えたらいいかなと思いますので、その際には出ていくお金も当然多くなりますので、あの書類は私一人では到底作れません。だからそういう他の人を雇うっていうことが必要になってくることも視野に入れた方がいいと思いますので、自分が一体その先どうしていきたいのかに合わせて法人化を考えたらいいんじゃないのかなと思いますので、ご参考に。それでは。